エル・ジャポン35周年特集108人の不滅のアイコンたちの魅力に迫るパリ・ジェンヌのリアルな姿をエル・ジャポンで初公開最新トレンドをチェックナンバー・アンダーライン・アイがエル・ジャポン8月号特別版の表紙を飾ったことはファンにとって非常に嬉しいニュースとなりました彼らの活動は常に注目を集め今回の特別版もその例外ではありません エルジャポンの創刊35周年を記念したこの特別版では4つの異なるカバーエディションが発売されその中でも特に注目されているのがナンバーアンダーラインアイが表紙を飾る2種類のバージョンですナンバーアンダーラインアイの特別版では彼らの魅力が最大限に引き出されています A カラーバージョンではハイブランドのプレフォールコレクションを着用しモダンでカジュアルなスタイルが際立っています一方 ビーブラックホワイトバージョンではモノクロの写真が採用され彼らの端正な顔立ちが強調されていますこれらの表紙はファッションと音楽の両方で彼らが持つ多面的な魅力を映し出していますこの特別版には通常版の共通ページに加えて8ページのグラビアと3人の定談形式のインタビューが収録されていますこのインタビューでは彼らのグループ愛やメンバー同士の絆 そしてファンへの感謝の気持ちが語られています。彼らの飾らない人柄と、お互いを心から信頼する関係性が感じられる内容となっており、ファンにとって非常に貴重なインサイトとなっています。例えば、岸優太はインタビューで、平野翔は普段のトークでも現場でも、誰かを楽しませることが本当に好きな根っからのエンターテイナー。仁、神宮寺は本当に優しくていい人で、 冷静な判断力に助けられてるし、僕もこんな風に生まれたかったなって思います」と述べています。平野翔は、仁、神宮寺は僕が突拍子もないことを言ったときに、冷静な意見を言ってくれる人。昔から客観性を持っているところが好きですね。岸君はいてくれるだけでその場が和むし、一緒に過ごしているだけで MV のアイデアが浮かんできたりもする不思議な存在です。笑い。と語ります。 神宮寺雄太もまた、仕事の合間にはショートはバイクや車、時計など共通の趣味の話をすることが多いんですが、好きなものが一緒なので話すことが尽きないのがいいですね。岸くんは普段一緒にいるときもずっと変わらない独特な喋り方や、言葉のセンスを持っているところが好きです、と述べています。このように、彼らのインタビューからは、彼らの深い絆と相互尊重が垣間見えます。さらに、 ナンンンバーアンダーラインアダライ特別版では通常版や付録付き特別版よりも彼らが登場するページが増えておりファンにとっては見逃せない内容となっていますまた発売日にはデジタル限定コメントを収録したアナザーインタビューも公開されファッション撮影の世界観を表現したスペシャルムービーも配信される予定です l ルジャポン8月号の特別版には ナンバーアンダーライン愛の特集以外にも多くの魅力的なコンテンツが含まれています例えばミュベールメッセージカード付き特別版も登場しますこの特別版にはミュベールデザイナーの中山道子氏が書き下ろしたフラワーモチーフの可愛いいメッセージカードとミニ封筒が付いておりこれらは高級感のあるデザインで友人や大切な人への感謝の気持ちを伝えるのにぴったりのアイテムですまた 35周年を記念した特集も盛りだくさんで、エルと歩んだ不滅のアイコンたち特集では、フランス生まれのエルの DNA、好奇心旺盛で、独自のスタイルを持ち、人生を謳歌することを忘れない、ことを体現する108人のアイコンたちに焦点を当てています。ジェーン・バーキンやナオミ・キャンベル、ビヨンセ、テイラー・スウィフトなど、時代を超えて愛されるアイコンたちの魅力が紹介されています。さらに、 パリジェンヌのすべてではエルジャポン読者の永遠の憧れであるパリジェンヌのファッション哲学や生き方マインドセットが紹介されていますパリから届いたリアルタイムの声とともに最新のパリジェンヌのスタイルが特集されています加えて全70ページにわたる別冊付録美しく刺激的なパリへ最順アドレスガイドでは最新のランドマークやグルメパリ雑貨に出会えるショップ 知的体験がができるギャラリーや書店などが紹介されていますこれらの情報はパリを訪れる際のガイドとして非常に役立ちます新ベーシックをマスターする35のティップスや35歳からのビューティーメソッドなど35周年を記念した特集も多数掲載されており読者にとって非常に充実した内容となっていますまた l ルジャポンの表紙を飾ったことがある16人の人気セレブリティから あなたの性格タイプに似ている人を導き出す診断サイトもオープンします。簡単な質問に答えるだけで、自分の性格タイプがどのアイコンに近いのかが分かるこの診断サイトは、多くの読者に楽しんでもらえることでしょう。さらに、エルジャポン創刊35周年を記念して、東京・六本木ツタ屋書店でエルジャポン創刊35周年記念フェアが開催されます。このフェアでは、 創刊からの35年を振り返るパネル展示が行われ、6月28日から7月11日までの期間中、入場無料で楽しむことができます。エルジャポン8月号は、ハースト夫人が放社より6月28日に発売されます。通常版、n ーアンダーライン I 特別版 AB は税込880円、付録付き特別版は税込980円で提供されます。さらに、 ナンバーアンダーラインアイの特別版だけでなく「エルジャポン」8月号全体にはファッションやライフスタイルに関する豊富なコンテンツが満載です特に35周年記念という節目にあたってエルジャポンはこれまでの歴史とともに未来を見据えた特集を多く取り上げていますエルジャポンの編集チームはこれまで培ってきた伝統を尊重しつつも新しいトレンドや視点を積極的に取り入れる姿勢を見せています これは雑誌が時代とともに進化し続けることを象徴しており読者に常に新鮮なインスピレーションを提供することを目的としています例えば「エルジャポン3 5周年」の特集には過去と現在のファッションアイコンたちの進化や影響力について深く掘り下げた記事が含まれていますジェーン・バーキンからナオミ・キャンベルそして現代の D ーバたちまで 彼らのスタイルや哲学がどのように時代を超えて愛され続けているのかを探ります。これらのアイコンたちは、それぞれの時代において新しいトレンドを生み出し、ファッションの世界に多大な影響を与えてきました。彼らの成功と挑戦の物語は、読者にとっても多くの学びとインスピレーションを与えることでしょう。また、パリジェンヌの特集では、パリの街が持つ独特の魅力と、 そこで生まれ育った女性たちのライフスタイルに焦点を当てています。パリジェンヌのファッション哲学はシンプルでありながらエレガントであり、その生き方やマインドセットは多くの人々にとって憧れの的です。この記事では、パリジェンヌたちがどのようにしてその独自のスタイルを確立し、それを日常生活の中で実践しているのかを詳しく紹介します。パリの最新トレンドや、そこで生活する女性たちの声を通じて、 現代のパリジェンヌのリアルな姿を描き出しています。エルジャポンの8月号では、特別付録として美しく刺激的なパリへ。最順アドレスガイドがついています。これは、パリを訪れる予定がある人にとって筆形のガイドブックとなるでしょう。この別冊付録には、最新のランドマーク、グルメスポット、パリ雑貨がソローショップ、 知的体験ができるギャラリーや書店などが詳細に紹介されています。これらの情報は、パリの街をより深く楽しむための貴重なアドバイスとなります。